アメリカグランプリはアメリカ合衆国で1963年から1965年、1988年から1994年、2005年から現在までフィムロードレース世界選手権の一戦として開催されているオートバイレースである。1963年からデートナーインターナショナルスピードウェイを舞台に行われていたが、 事故が多発したためわずか3年で取り留めとなった。1988年からはカリフォルニア州にあるラグナセカでの開催が始まった。しかしコークスクリュー付近での事故が多発し、1994年の開催を最後にカレンダーから外されていた。その後コースの改修工事を終えて2005年から復活。ただしカリフォルニアの州法で2ストロークエンジンが制限されている。 関係上、4ストロークのモートジッピークラスのみの開催となった。なお2008年シーズン以降は、インディアナポリスで、インディアナポリスグランプリの開催も始まり、アメリカでのモートジッピーは、年2回開催となり、さらに2013年シーズン以降は、サーキット・オブジ・アメリカズで、グランプリ・オブジ・アメリカズの開催も始まり、アメリカでのモートジッピーは、 年3回開催となったが2013シーズンを最後にラグナセカでの開催がなくなり2014年シーズン以降は再びアメリカでのモートジッピーは年2回開催となっている。ありがとうございます。